ベルイーイネ、シェア、購読。サポートチャンネルアットマークスーニールドットポッドキャストみんな。BUNCH はベトナムの屋台料理です。こんにちは。マクドナルドのポッドキャストを聞きたい皆さん、イースター休暇前の食事の楽しみについて。今日はイースター休暇前の日差ししなので、串焼きかグリルを考えています。文茶が懐かしい。 ベトナムで言うベトナムのストリートフードです。ランチタイムになると、ハノイの街は豚肉のグリルと美味しい甘酸っぱいソースの匂いがします。それから、ブンチャです。イースターの時期に、夏で一番クールなバーベキューを作ってみませんかブンチャはハノイの代表的な料理です。それはまた、ヨーロッパで純粋なトレンド料理となった素晴らしい朝食スープ、4に次ぐ、 世界的に有名で最も有名なベトナム料理です。ベトナム人はバーベキューが得意で、この料理は2つの方法で焼いた豚肉、麺、酢漬けのディップで構成されています。ランチはバーベキュー、ブンチャ。ハノイにいると、路上でブンチャが売られていると匂いがします。これは古典的なストリートフードで、小さな火で豚肉を焼きます。あなたは昼食のためにそれを食べ、 昼食だけです。15時を過ぎるとサービスが終わり、バーベキューのいい匂いが街から消えます。一年中リブをグリルします。この料理は豚肉で2つの方法で作られ、通常は薄いカルビが使用されます。冷凍庫にある冷凍バーベキューリブを使用することもできます。カルビの半分は薄くスライスして焼き、残りはすりつぶして小さなミートボールにします。これらも、 バンズを挟んで焼き網で焼きます。肉の準備ができたら、魚醤、酢、唐辛子、ライム、砂糖で作った甘酸っぱいソースに入れます。この素晴らしい組み合わせがなければ、料理は同じではありません。脂の乗ったカルビ肉に甘酸っぱいタレがよく合います。しかし、ハーブを忘れないでください。ベトナム料理には欠かせません。適用されるのは通常、 コリアンダーともやしです。お好みでミントを使用できます。公園でバーベキュー。本物の屋台料理なので、手づかみで食べることをおすすめします。この食べ物を公園に持っていく場合は、レタスの葉、できればロマノレタスに麺、肉、ハーブを入れることができます。ソースを仕上げ、ハーブとサラダの葉を専用の箱に入れておきます。麺はあらかじめ茹でておけばよい。 小さなポータブルグリルで肉を焼きます。実は、ブンチャにぴったりの小さな焼き網があります。肉は炭に近づき、肉のスライスとミートボールの両方が持つべき美味しいグリルの味を正確に与えます。イースターの時期に開催される夏の最高にクールなバーベキュー、ブンチャに大きな万歳が聞こえてきます。グリルで新しいことを試して、流行のベトナムのバーベキュー料理、 ブンチャーを作りましょう。これは4人分必要です。骨なしの 1kg のバーベキューリブ、そして誓う、またはそれ以上。マリネ。2分の 1DL の魚醤。長ネギ5本、薄切り。細かく刻んだニンニク3片醤油大さじ1。小さじ1黒胡椒。甘酸っぱいソース。魚醤大さじ2。 ベース大さじ5。砂糖小さじ3。1DL の水。スライスした赤唐辛子1本。細かく刻んだニンニク2辺。大さじ1のライムジュース。春雨ビーフン1袋。もやしまたはスナップエンドウ1袋。1ポットコリアンダー。ミント2分の1ポット。これはあなたがすることです。手順1。 豚カルビを半分に切る。一つを細かい聖地に引きます。これは手、フードプロセッサー、または肉引き機で行うことができます。バーベキューリブを使用する場合は、ザラザラしたエッジを取り除き、肉の半分をすりつぶします。ステップ2ピンポン球サイズの小さなボールを作ります。ミートボールを押して、ホッケーのパックのようにします。 ステップ3。マリネを作り、ミートボールと残りの肉スライスをマリネに入れ、冷蔵庫で2時間冷やします。ステップ4。ソースを作る。砂糖が酢に溶けていることを確認してください。ステップ5。麺を調理します。ステップ6。サラダとハーブを洗います。ステップ7。マリネから肉を取り出します。 豚肉のスライスを焼きます。ミートボールはダブルグリルで焼かれます。このようなものは特定のサイズのほとんどの食料品店で購入できます。ステップ8肉をソースに浸し、麺、エンドウ豆、ハーブを添えた皿に盛り付けます。アジアのケーキやヨーロッパのケーキの作り方など、より詳細な情報については、あなたの情報を残して、下の購読ボタンをクリックして、 無料の相談サポートを受けてください。このマクドナルドのポッドキャストを聞いてフォローしてくれてありがとう。次のビデオから聞いてくれることを願っています。敬具マクドナルドのポッドキャスト2023年3月29日